ラファエル1975年11月7日隊は、フランス・パリ近郊のブローニュイコールビアンクール生まれのシンガーソングライター、歌手。フランス・パリで1975年11月7日に生まれた。父は、モロッコ系ロシア人、母は、アルゼンチン人である。2012年のノーベル物理学賞受賞者、セルジュアロ氏はおじにあたる。幼少期と青年期に、ラファエルは、 ピアノとギターを学んだ。2005年にリリースした3番目のアルバム、カーボンはフランスナンバーワンの150万枚の売り上げを達成した。2007年9月26日に、同作は、キャラバーン砂漠の旅人の放題で日本デビューアルバムとして発売された。2007年6月、フランスのエルシの15最もセクシーな男リストで9位に選ばれる。配偶者は、 モデル出身の女優メラニー・ティエリー。2005年シングルキャラバンのミュージックビデオに出演したことが交際のきっかけとなった。2008年5月24日、ティエリーは夫婦の最初の子供であるローマンを出産した。2010年10月28日、アルバムパシフィック231をリリースした。ありがとうございます。